対談トーストブポーカンドニュースよっどうも瞬間メダルの武田リーダーの口でございます。ミストスポ久田あさみです、お願いします。で始まりました。そんな2人がお送りする今回のトークテーマは、ちなみに、はいはいはい、2020年話題になることは分かりますか、2020年っていうことは来年かな、阪神タイガース2連覇いや日瀬の里復活して横綱に上がるとか、そういうのは違います。あの5個輪っかがついてる、5個輪っかがついている、チャリンコからまたこちらでございます。本日じゃん、オリンピックでございます。オリンピックで、ね、2020年といえばオリンピックでしょ。そうだ、はい、まあ、オリンピックについて、ええ今日話していきたいんですけど、はいはいはい、オリンピック、まあ、今回空手とか野球もまた加わって、話題にはなっていますね、柔道も人気だし、でも、オリンピック、339種目あるそうです。え、もう一回教えてもらっていい？339種目。339、はい、だから種目に分かれるとそう分かれると、競技自体は32あるけど、種目にすると339種目はあるんですけど、はい、まあ、やっぱりよく見るじゃないですか。水泳見るし、野球も見るし、柔道見たり、いろいろ見ますけど、私マイナー競技一番マイナーなのなんだろうって調べたところ、出てまいりました、近代五種。これはマイナーですけども、その近代五種やってる人に対して失礼ではない、はい、まず、1種類目、フェンシング、あ、フェンシング、そうなんです、フェンシングが入ってるんです、この5種の中に。お、前からあったじゃん、フェンシング。でもフェンシングは、あれはフェンシングっていう競技なんですけど、これは5種目の中の1個、はい、フェンシングと、あと水泳。だって全然違う競技じゃない。そうなんですよ。そして馬術、え、そして射撃、射撃も、射撃も入ってきます。え、そしてもう1個、ランニングなんか昔からある地味、急に地味な、地味というかこの5種目を1つの競技として、統合して争うのが近代5種、まずフェンシングは、エペっていう剣の種類、エペっていう剣の種類がありまして、による1分間1本勝負を総当たり、だから全員と1分間やるんですよ。1回で。いっぺんに？いっぺんに。それは多分瞬殺で負けます。どういうこと？だから総当たりなんで、こう、あ、総当たり？こういうな、あのリーグトーナメントで上がっていくとかじゃなく、絶対全員と戦うんです。ほうほうほう、総当たりで。はい。はい。それがまず一つ。続いて馬術。馬術、こちらはくじ引きで選んだ馬に騎乗し、はい、障害物をの競技などをやって、これも減点方式、で、点数をつけていきます。それでもう一つ水泳、こちらは 200m 自由形、はい、こちらも減点方式となっております。水泳に減点となるだからその区間何秒で、行ってくださいって決まってます。 200m を水泳で、自由形で、何分以内に行ってください。それを、超えちゃうとマイナス何点、はい、プラスになっていくと、あの早いとプラスに点数がどんどんなっていく、ということになってます。次が問題でございます、はい、私さっき、5種目と言いまして、射撃とランニングって言いましたよね、実はこれ2つで1個です。5種なんですけど、射撃とランニングは、まあ、1つとして考えています。ランニングしながら時折打つと思いたいんですけど、そういうちょっと難しいコースはね、ちょっと難しいので、こちらはですね、まずフェンシング、水泳、馬術、こちらの3つの点数を、計算して、ハンデ戦がつくんですよ、一応その。だから点数が高い人の方が、タイム差でスタートできる。1.1 秒として、上位の選手からタイム差でスタートできると。だから、まあ、点数が高い方が有利にはなるんですけれども、3種目の合計点を 1.1 秒として、そちらをあの差でタイム差、もう全然頭に入ってこないんですけど頭に全然入ってこないんですけどで、射撃は制限時間50秒以内に、5回命中させます、的に。
こちらレーザーピストルを使ってまして、10メートル離れた6センチの的に向かって撃つ、それを、50秒間以内に5回的中させないといけません。5回命中、それ当てたらどうなるかと、5回命中させたらどうなるかと言いますと、その当てた後すぐですよ、当てた後すぐランニングしてください。800m 違う競技にすればいいんじゃないですか。そして 800m 終わったら、すぐまた5回当てに行ってください。え、そうなの？そうなんです。だから5回当てて 800m ランニングして、5回当てて 800m ランニングを4セット。4セットなの？4セットです。なんか息が上がってるから5回当たりにくい。あー、そうか。いかにこう息を上がらせる、疲れてる中で打てるかってことね。はい、それのタイムが一番短く早くゴールした人が優勝、ということなんで、だから馬術の技術とかフェンシングの技術とかじゃないです、全部時間、最終的にゴールした時間で優勝が決まるっていう。もともとはオリンピックのそういうもともとの発祥と言われてるような種目らしいですよ。やっぱその5種やるとか、あ、そうなんだ。そうなんですよ。ぜひね、これ当たってる方もいらっしゃるはずなので、チケットがぜひ見に行ってください。 ある意味すごい興味深くなったわ。だから日本で放送されるから、私もちょっと放送される日は見てみよう。これは面白そうですね。はい、近代5種です。今回のタイタントースポブはここら辺でお別れです。また来週もお楽しみに。